皆様こんにちは。今回は死のバックにはないワクチン効果についての説明をさせていただきます。その前に2021年7月初旬のマレーシアのコロナウイルスに関するアップデートをさせていただきます。毎日テレグラムで行われてくるこのインフォグラフィックスっていうのを見てると、やはりスランゴル州が最悪だと思いますよね。それに比べてケールは少しマシのレベルのように見えます。 ところが、保健省のノルヒシャム長官の報告では、10万人で換算した日ごと感染率っていうのはこういう風になっています。見ていただくとわかるんですけれども、断トツに悪いのはラブワンなんです。タックスヘブンの島ですよね。そして、ネグリセミランも相当悪いです。そして、スランウールよりもクアラルンプールの方が悪いんです。この動画を作成している時点で、日ごと感染者、日ごと退院者、 日ごと死者、日ごと検査数はこのような感じになっています。ご覧のように日ごと検査数と日ごと感染者数っていうのは同じようなトレンドがあって、日ごと退院者もこのようにグラフをずらすことによってね、同じトレンドになっています。感染者と退院者のずれっていうのは大体14日となっていて、治療に14日間かかっているんだなっていうことはお分かりいただけると思います。 残念ながら、日ごとの死者数っていうのも、新規感染者数のトレンドにある程度従ってるんですね。だから、ワクチンの効果はまだ出ていないものと思われます。このような状況下で、マレーシアのワクチン接種は、とうとう1日30万ドースを超えました。日本からアストラゼネカ。 アメリカからファイザー、そして中国からシノバックのワクチンが寄付されてきて、さらに新たなワクチン在庫も今月中に入ってくるっていうことなんで、マレーシアは日ごとの接種人数のターゲットを今度は50万人ぐらいにするんじゃないかなと思います。さて、そのワクチンなんですけれども、ファイザーとシノバックの2種類が今新規の人に使われています。マレーシアでは基本的にワクチンを選ぶことはできないんですけれども、私の周りでの評価っていうのは2つに分かれてます。 ファイザーがいいっていう人たちは、やはりワクチンの有効率が90%っていうことがいいみたいですよね。それからシノバックがいいっていう人もいまして、これは副作用が少なくて、メッセンジャー RNA ワクチンよりは安全性があると信じている方がいらっしゃるようです。このように評判は様々なんですが、じゃあ一体その2つは何が違うのかっていうことに関しては、あまり理解がされていないようです。 以前の私の動画でファイザーは設計図を注射してコロナウイルスのかけらである抗原を体内で作らせる。そしてシノバックは工場でウイルスを殺してそれでワクチンを作ってそれを注射するっていう説明をさせていただきました。どちらも最終的には体内に抗原が入って免疫ができるってことはどちらも同じですよね。なら同じじゃないかと考える方もおられてもいいと思います。 しかし実際のところ、ファイザーとシノバックでは免疫の出来方が若干異なり、教科書的に言うとやはりファイザーの方が優れているんです。今回の動画では、その教科書的に言ってファイザーがどのように優れていて、そして優れている機能を発揮するまでの間に、人間の体では一体何が起こるのかということをお話しさせていただきたいと思います。では、ファイザーにあってシノバックにはないっていうものは一体何かと言いますと、 細胞性免疫の獲得っていうものなんです。シノバックは工場で抗原を作って、それを体に注射するっていうことは、ま、過去の動画でご説明させていただいておりますよね。 それに対してファイザーは抗原の設計図を体に注射して人間の細胞の中のリボソームというタンパク質翻訳機器を使って抗原を作るんでした。その時にお気づきになられた方がいるかもしれないんですけれどもシノバックは工場で作った死んだ抗原ですので体に注射しても生きたウイルスのように通常の細胞の中に侵入しません。 その代わり、樹状細胞と呼ばれる特殊な細胞が向こうからやってきて、その細胞内に取り込まれ、バラバラにされて、細胞膜の外側にある MHC クラス2という場所にさらされます。これをきっかけに体に免疫がついて、コロナウイルスに対する中和抗体を作るシステムが出来上がるわけです。つまり、細胞の外にある外因性の抗原が引き金となってコロナの免疫がスタートするってことです。 一方、ファイザーのワクチンは、抗原の設計図が油にくるまれた形で注射され、腕の筋肉細胞などの普通の細胞の中に侵入して、そこにあるリボソームを使って抗原を作るということを以前説明させていただきました。つまり、細胞の中で抗原を作るわけです。この抗原は外因性でなくて内因性の抗原となります。では、細胞内で作られた抗原は、その後一体どうなるんでしょうか 内因性の抗原は細胞の中で異物としてバラバラにされて細胞膜の外側にある MHC クラス1というところにさらされます。私の知る限り細胞内で作られた抗原が細胞の外に放出される理由っていうのはないんですが最近アストラゼナカのワクチンによって作られた抗原が細胞膜の外側に現れるっていうそういう報告も出ています。いずれにせよですね内因性の抗原が作られた細胞は感染が起こ クラス1に晒しますこの MHC クラス1っていうのは MHC クラス2と違って自分を殺してくれっていうためのものなんです。人間の体の中にはあらかじめこのさらされている抗原にマッチしたキラー細胞っていうものが備えられています。このキラー細胞っていうのがやってきて感染した細胞を殺すわけですね。 しかしそのキラー細胞は MHC クラス1の上にある抗原を認識しても簡単にその細胞を殺してくれません。このキラー細胞が細胞を殺せるようになるためには外因性の抗原が免疫システムに認識されてそこから分泌されるインターロイキン2という薬剤がこのキラー細胞にパッとかかることが必要となるんです。ちょっと複雑なんですけれども そうしてるうちに内因性の抗原を持った細胞が何らかの理由で死んでしまうとか、先ほどのアストラゼネカの研究のようにね、何かのきっかけで、その、こういうふうに細胞の外に抗原が何かしらの形で出てくと、シノバックの抗原のように樹状細胞などに取り込まれて、コロナに対する免疫システムのスイッチが入って、先ほどのインターロイキン2が放出されるわけです。 そうすると、内因性の抗原を持っている細胞の MHC クラス1細胞にね、くっついているこのキラー細胞が活性化されて、そして自分のコピーをたくさん作って、そしてそれが全員で感染した細胞を殺し出すようになります。このことによって、私たちの体には中和抗体を作るシステムだけじゃなくて、感染した細胞を殺すシステムっていうものが作られるわけですね。 これがファイザーでできて、シノバックにできない大きな違いとなるわけです。ファイザーのワクチンが細胞の中で抗原を作ると、その細胞は最終的に殺されて、そこから抗原が出てくるっていうこの話ね。これはちょっと怖い話なんですけれども、作られた抗原はウイルスのように増殖しません。だからバン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 追加で追加で追加で殺されてくってわけではありません。 まあ人間の体にね、36兆だとか60兆個の細胞があるなんて言われてますけれども、その個数からしてみると非常に少ない細胞にしか影響がないものだと思います。実際には腕の筋肉細胞とかね、樹状細胞にファイザーのワクチンが入っていくっていうのがほとんどなようです。先ほどキラー細胞が感染した細胞を殺すと言いましたよね。これはキラー細胞が殺すんですけれども、殺される細胞が自殺、アポトーシスをしたとも言うそうです。 このアポトーシスなんですけれども、名探偵コナンの工藤新一が黒の組織に飲まされたアポトキシン APTX4869。まあこれは実際に存在しない薬なんですけれども、この薬を飲むと体内の細胞が全てアポトーシスするってことらしいんですね。 工藤新一がアポトキシンを飲んだ時の場面では相当もがいている姿が描かれていまして、まあ、そこから行くとですねかなり苦しかったんじゃないかなと思いますまあこれは冗談なんですけれどもファイザーを打って細胞がアポトーシスとか、まあ、他の細胞で破壊される時って工藤新一が味わった時のねあの苦しみのほんの一部を我々も味わってるのかななんて考えたりもしていますまあこれ冗談ですよそれでマレーシアに関係ありませんが モデルナというワクチンありますよね。これは、あの、キラー細胞で、癌細胞を殺すためのワクチンを作っていたために、今回のコロナウイルスのワクチンが開発できたということなんですね。細胞が癌化すると、その細胞の中では、おかしなタンパク質の作られ方がされるということなんです。そのおかしなタンパク質の抗原が MHC クラス1にさらされるそうなんです。それで、この癌抗原を持った細胞を殺す。つまり、癌細胞を殺すためにワクチンがあればいいんじゃない かということととでででメッセンンジャー rna ワクチンがモデルナで開発されていたといたうここなんですこのようにメッセンジャー RNA ワクチンっていうのは将来の有望なテクノロジーということでマレーシアでも研究が行われだしています。報道では2020年にはマレーシアが開発したメッセンジャー RNA コロナワクチンが使えるようになるっていうことなんです。さていかがでしたでしょうか ファイザーが細胞性免疫、つまり感染した細胞を殺すためのキラー細胞をトレーニングする。そういう点についてシュノバックのワクチンよりも優れているということが分かりいただけたと思います。もちろんこれは教科書的に考えた話です。この違いっていうのはシュノバックの不活化ワクチンが外因性の抗原によってコロナに対する免疫システムを活性化する。 でも、内因性の抗原を作れないわけですから、それに感染した細胞を殺すためのシステムトレーニングはできない。そういうことに対して、ファイザーは細胞の中に抗原を作るために、その細胞を殺すためのトレーニングができるっていうことになるわけですね。2021年6月中旬現在、マレーシアの日ごと感染者数は非常に多くなっています。死者数は感染者数の1%以上になっています。 ですので、マレーシアにお住まいの方は、できる限りステイホームでお過ごしいただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。